と待てね。やっぽい。何この紙吹雪みたいな。ありがとうございます。あれか、ハッピーニューイヤーの時のキラキラじゃない、もしかして違う。ねえ、温暖化みんな卒業しちゃったよ。びっくりだよ。あっという間でしたね、この6年間。6年一緒でさ、ほぼさ6年だって小学校も一緒ってことだよ。やばくない？その6年一緒でやばいよね、普通に考えて。幼なじみだもん、だってみんな。可愛くない？これこれ友達の忘れ物今あんた忘れてるよっつって撮ってるんですね。こういうメガネ欲しい。私今赤なんですよ。赤だからジル・スチュワートのさフレームなの、かわいいやつ。けどあれマジで中3の時に、中学校になってからもうマッチで黒板の文字が見えなくて、あ、ドイリ、これドイリ、ドイリなんだけどさ、めーちゃくちゃに弱いから、私もうコンタクトつけてでも見えちゃうみたいな。うん、ちょっとコンタクトつけてちょい強いかな、動画くらい。席前に、だから私さ、席が視力が悪い人、まあ自己申告制だったんだけど、もうしょうがないからさ、見えないしさ、見えないのが本当にストレスだったから。前に行ってとか言って、小学6年生ぐらいの時を前に行ってたんだけど、これ黒べっこう黒なんですけど、中学校ぐらいからあなた本当、私メガネが嫌だったんですよ。メガネってだってめっちゃ邪魔だし、メガネがここに乗ってる感覚がすごい、当時というかもう学生の時はすごい邪魔だったし苦手だったのね。だから作ったんだけど、まあ中1からね、授業の時だけこうやってかけてた。それ以外は絶対もうメガネちゃん、メガネ似合わないな私。そうで、中学生なんかいい自分に似合うメガネが本当に分かんなくて、でママたちとかにこれはって言って、それいいんじゃないみたいな感じで決めてもらったやつだからさ、
そうだから高校生ぐらいにはなったらコンタクトにしようかなみたいな話をしてたの。まあギリ見えるわけ。ギリギリね。はい、タワーだ。これなんだ？プリン、クマプリンパフェかな？ありがとうございます。そう。なんだけど、サングラスもね、持って、なんか、いっぱいさ、あるの。あるんだけど、私サングラスかけないんだよね。正味。いや、ちょっと持ってくるの めんどくさいから そう。サングラスはあるの、あるんだけど。あ、ホットミルクティー。そう、かけなくて。でもなんかカラーサングラスあったらね、いけ散らかせるじゃん、みたいな。イエーイ、みたいな感じになる。そう、乱視で黒板の文字ダブるし、シンプルに3列目以降ぐらいからもう見えないわけ。てかもう、まあ授業以外だったら支障なくて別に。そう、だからその授業の時ちっちゃい文字を見る時だけは、眼鏡かけてたけど。そう、眼鏡が嫌だったの。けどまあ黒板の時はしゃあないかと思って、まあ授業中だけ眼鏡かけてたって感じ。で、あ、ダイハート全ての公演に出ます。で、なんだ、後でその話もゆっくりするね。メガネ。だからさ、中1から変えてないんですよ、私。メガネを。でもなんか、もうね、度が全く違うから、違うっていうか、さ、動画さ違うわけ。もうそりゃそうだよねって感じなんだけど、中3から変えてないのそりゃそうやろって。もうレンズもめっちゃ傷ついてるし。動画、あ、だから、でも一緒ぐらいか、これとこれ。同じボケ方してる。超弱いと思う。そう。だからまあこれ、もう本当に寝る直前まで私、コンタクトつけてるんですけど、寝る直前までつけて、もう、その洗面所からベッドに行くまでとか、まあ熱出てる時のコンタクトってめっちゃきついんですよ。きついよね。そう、熱とか出てたり体がだるい時のコンタクトって、コンタクトしてると私めっちゃ目が痛くなって、もうね、つけてらんないって感じだから、熱出た時とか体調悪い時とかはこのメガネしてるけど、メガネがあんまりそのめっちゃ見えるわけじゃないから、ってなっちゃうんですよ。けど休日にメガネで過ごす人とかいるじゃないですか。とか、もうちょっとしたお出かけならメガネで行っちゃうよとかさ、その、コンタクトじゃなくて、ちょっと今日は目がね、みたいな。いいなぁと思う。メガネ変えたいなぁと思うんだけど。これね、ジル。
ジルのここにお花がね入ってる、可愛くない？これお気に入りなんだよね、ここのお花だからと触り心地が。けどここのここの形が気に入ってない、ここの。だから多分こっちの丸い形のが合ってると思う。そういえばそこの形のメガネ君、いやこれ私中学校の時だったからもうほんと授業中にかけるだけだったからさ、何でもよかったの別に。でしかも自分に似合うのがマジで分かんなすぎて、メガネなんてそれまでかけたことなかったからほぼ。だからもうね適当に選んじゃったんだよね。まあね、まあ高校生大学生になって変えたかったら変えてもいいしとか言って、確かにって言って買った気がするんだよ。そう、運転するときコンタクトだね。メガネ屋さんがアドバイスもらわなかったんですね、匂いメガネ。いやメガネ屋さんってさ、だってさ、いや私はっていう意見だけどさ、メガネ屋さんよりさ普段一緒に生活してる人たちにさ聞いた方が良くないって私は思っちゃうタイプだから。まあね、その時ね中学生ぐらいの時に奥本ひな乃とか吉田カレン宇多田ハツカとかとに出会ってれば、これとこれどっち派って言って全員4人ぐらいにアンケート取るんです、いつも3人ぐらいかな、奇数にするみたいな。だいたいのんのんと吉田宇多田に聞くかな、だいたい。あとはでも吉田宇多田は本当に日によってめちゃくちゃ返信遅い時あるんで、で奥本さんはもう本当秒で帰ってくるから、うん、一旦奥本さんに聞いて聞きつつみたいな。クリアフレームを白弱でかけたいのに絶対実験中みたいなみたいになるのに。いや待って、それこの前ちょっとこれわかんない、これさ、これ性格悪かったらごめんね、性格悪いっていう認識で一応ね、性格悪そうに見えるからいいと思うんだけど、別にもうとかって私メガネ、本当にメガネ買おうとしてて、拝見ね、まあマブとゾフかな、ゾフかどっかの、うん、そう、足のマブのメガネ、メガネ欲しいみたいな、サングラス欲しいなみたいな、メガネ見ようぜって言ってメガネをゾフかなんかパッて見てゾフがあったから、あ、メガネ見ようみたいな感じで見てたの。そしたらさ、カップル付き合ってってるのか、これから付き合うのか、そう、なんか付き合い、もうめっちゃ付き合いたてなのか、出会って付き合うまでのその一番楽しい期間なのかっていう二パターン、絶対どっちかやねんみたいな、カップルさんたちが
スーって入ってきて、まあ普通にね見てたんですけど、であのこういうカウンターがあって、カウンターこういうなんか何やろ、ワゴンみたいなところにいっぱいメガネがあって、真ん中にで、こっちの壁とこっちの壁にもメガネがあるみたいな感じの店舗だったの。もう縦から見るとメガネメガネ、ワゴンにメガネみたいな。でそう、まあこういう状態なのね。で私はそのまあこのワゴンのやつをこうやって見てて、え最近さセール品じゃなくて、なんかその何やろ、台、ワゴンっていうか台かな、台になんか本当だからこういう感じでこうとかズンズンズンみたいな感じでこういう感じで並べてあったのに、この種類がどうでこの種類がどうでみたいな、縦にブワーってでね、そのなんかパッコ何々って種類が書いてあって、こう分けられてあってみたいな。そうで、でも最近さめっちゃ軽いメガネとかあるんだね。もうなんかえ待ってこれ軽すぎんとか言ってさえ待って待って待ってこれ軽すぎっていう会話とかをしてたのね。でまああのそのもう透明のメガネとかもあったわけ。壁のところに透明のメガネコーナーみたいなのがあって、もう形いろいろあってみたいな。で私はそのワゴンみたいなやつの上の超軽い素材のメガネにも興味津々だと、え軽すぎんこれみたいな。でいやもう軽すぎたらかけてるか分かんなくなっちゃうねなんてねーとか言いながら見てたの。そしたらそのワゴンを挟んでカップルっていう対峙だったのに、こうワゴンカップルみたいな。でそのカップルが壁の商品をねこうやって見てたのね。でもまあまあでかい声でその前も話してたの。お声でかいの2人と思うみたいな、なんかお腹から出てんねみたいな感じだったんだけど、なんか急にささらにワントーンアップしてさ、で彼氏なのか男側が男さんが男さんがさ、何やろ、透明なメガネを手に取って「えこれかわいいじゃん」みたいなって言って、まあ、女さんにかけたのね。女さんにこうやってかけて、え、かわいいよ。え、かわいいじゃん。みたいな。なんだろうな。なんか、そういう感じ。え、かわいいじゃん。みたいな感じだったの。ほんと、決してバカにしてない。これだったの。ほんとに、モノマネだと思って。めっちゃかわいいじゃん。みたいな。で、かけてあげたって、なんか、かけさせてた。なんて言うんだろう。なんか、え、かけさせるじゃん。こうやって、例えばさ。え、これ絶対似合うよってこうやってやるじゃん。で、女さんが、似合うかなーみたいな感じでこうやってやって。で、まあ、めっちゃ可愛かったんで、普通にあの、クリアメガネ、クリアの縁のメガネ。で、三つ編みしてたのかな、その女の子が。なんか、ま、ツインか三つ編みにしてて、え、めっちゃ可愛い、いいじゃん、いいじゃん、似合うじゃんとか思ったら、急に、でも可愛いねみたいな話から一転して、えでも透明な目がねなくしちゃうよとか言い出して、は私さ、もうワゴン挟んでもう笑いこらえきれなくて、違う、私あのまあこれワゴンね、ワゴン壁、これが壁だとします。したらカップルでメガネがね、こう向きとこう向きでいろんな向きで置かれてたの、こっち側もこっち側と。で ここに2人いて、で私がこの辺にいたの、まあ、あのこういて私がこの辺ね、でこっちのワゴンを見てたので、そのマブがマブも反対側から、えこれよくねみたいな感じで、これめっちゃいいよなこれみたいな、ここで話してたの。したらもう真後ろでさ、え透明なメガネなくしちゃうよって言って、で男さんが、いやなくさないでしょ絶対、いやなくすとかどういうこととか言ってて、ちょっとあのなんか
あんまり上手くないツッコミをずっとしてて、もうもうブフォンって吹いちゃって私あのトンハみたいなうん、なんかほんと10分ぐらいやってんのその会話を。え、でも透明のメガネ可愛いけどなくしちゃうよ。いや、なくさないでしょ、どういうこと、なくす、絶対なくさないよ。ってかどんだけおっちょこちょいなの、透明なメガネなくす、え、背景と同化するってこと。え、だってさ、透明だったらさ、もうなんかどこにあるかわかんないじゃん。私なくしちゃうよ、絶対なくすみたいなもうなくすかよって、もうなくしたなくしたときやってね、もうめっちゃおもろくて申し訳ないけどめっちゃおもろくて、なんかワゴンね、あなたが私のマブだとしてさ、あなたが私のマブダチだとして、まあこう後ろでここにね、ここにいるわけ、カップルが。え、透明なメガネでもなくしちゃうよ、友達とさあもう目を合わせてさみたいな聞いてたみたいな聞いてたよね聞いてたよねってやってまあもうめっちゃツボで、個人的にめっちゃツボでさ、え、カップルなのかよく分かんなかった、なんかなんか付き合いたてなのかカップルなのかか、あのまだ付き合ってないけどもうちょいで結ばれるよみたいな、そのなんかこうこっからこうってあったらもうなんか7割ぐらいまで来てる人たちなのかわかんないけど、え、透明のメガネをなくしちゃうってずっと言ってる女さんの話ね、本当に面白かったです。うん、で多分私のね、マブも聞こえてると、もう店内全域に聞こえろみたいな声量だったの。クリアメガネなくしちゃうみたいな、クリアメガネなくしちゃうよーみたいなって言ってて、たらマブが、まああのサングラスコーナーをね、マブと見てたの。そしたらその時も聞こえてきて、でもクリアメガネなくしちゃうって、クリアメガネなくしちゃうよ、透明のメガネなくしちゃうって聞こえて、そしたらマブがスッと隣に来て、なくすかって透明のメガネなくすかって言ってきて、もう無理だったね、一旦ちょっと待って、一旦出ようってなってすっごい面白かったです。途中からめっちゃツボでこうメガネ見るふりして聞いちゃってもんね、こっちの会話マジでね、10分ぐらい、もうマジでリアルな10分ぐらい、その透明なメガネのコーナーの前に立って、 まず透明なメガネ取ってさ、なくしちゃうって言って、で次隣の黒いメガネとかかけて、似合うみたいな、似合うんじゃないみたいな似合うんじゃない、似合うと思うよ、でも俺はこっちの透明のメガネだから、だから透明のメガネなくしちゃう、無料で見えたのやばいそう、
無料で見れちゃったんだよね。もうね、もうほんとその日一番おもろかったです。もうさ、ああいう時の友達と目を合わせる時が一瞬あの時のさ、友達の顔とかがめっちゃ好きなんだよね。結局あの瞬間が一番楽しかったりするよね、みたいな顔で、みたいな面白かったな。透明な透明フレームメガネ見たら皆さんね、え、なくしちゃうって言ってみてください。ラッキーだ無料で見ちゃった。面白かったな、本当に面白かったです。日常の笑いをありがとう。友達いらっしゃった時いやー面白かったですね。割と滑らない話か。うん、まてか M1 見たんだけど、 M1 の1から10組目かまでは見たんです。でも決勝戦のあの残り3組のやつを見てなくて、まだだから今日あの帰りにね見て、ご飯食べる時も見てでやってたんですけど、めっちゃおもろい。私過去の M1 で割と結構10位に入るぐらい好きな、なんかずっと笑ってましたね今年の3組。いやいいですね。私やっぱさやかさんめっちゃ好きなんですよ。さやかさんめっちゃ好きで、プラスあのヤーレンズさんもファンになりましたし、なんか今回なんかなんやろ、そのなんかさ、めっちゃ名が知れてるコンビですみたいな感じの、まあ、さやかさんとかはさすごいね、去年の M1 とかでバーンってさらに行ってみんな名前知ってらっしゃったりするかもしれないけど、ヤーレンズさんも私個人的には知ってね、あの私好きなんですよあの何やろ、なんかお笑い新人バラエティみたいな見たいの見るの。深夜のハチミツとか知ってます？深夜のハチミツっていう番組とか面白いですよ。で深夜のハチミツとかを見てるんですけど、そのヤーレンズさんとかそういうレオロマンさんとか、なんて言うんだろう、そのお誰だ超新星かみたいなさ、 M1 で急にガーンってこう追い詰めてねっていう、その昔もう M1 出る前から有名で面白いですっていうグループよりさ、チームよりなんか新鋭ですみたいな方々が今回めっちゃ10組もそうだよね。そう10組のやもそう、めっちゃ面白かったです。本当に
優勝？もう全部優勝ですよ。年内中に時間を作ってみたい私もなんですよ。私もお稽古なんです。今日もお稽古してきました。もう本当に素敵なシーンばっかりで、あとまあじゃあもうね、今回のすいませんどうかしてましたはですね、すいませんどうかしてましたはまたもやちょっと考察系かもしれないなって思う。そうなんかキャスト同士でもえこれはこういうことだったのとか、えここれはこっちなんじゃないのっていう解釈が割とそれぞれあったりとかっていうのだから、あのなんだろうでよ もしあのよろしければ2回とか見てくれたらもっと楽しめるんじゃないかなって。あでもね、あの前回は難しいっていうか、前回はもう一周回ってたじゃない。今回はあ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 みたいな、でその一回見てこれ全部を理解した上でもう一回巻き戻すようにもう一回見るとさらに楽しいっていう作品になってますね。だからうわそういうことみたいなみたいな感じ、まあ、考察はしてないっていうか、そのミステリー小説ぐらい考察 しろっていう、そのせねばっていう感じではなくて、なんだろう、まあうん、なんか一回見てストーリーを理解した上で結果を理解した上でもう一回見ると全然違うと思います。見え方が面白いと思いますよ。ますよとか言って、おすすめは2回ですね私は。あでもねもうね、なんだろう、13日のお昼の回、土曜日のお昼の回がもうあと本当に3席ぐらいとかしかないらしいので、13日のお昼狙ってるぜって方はもう早急に夜でもいいぜって方はぜひ夜。あと千秋楽もね結構もうお席がありがたいことに好評で売れてきてるようなので、千秋楽も狙ってる方はお早めに。本当に
いやー私も本当に今回の座組の皆さんのお芝居がめっちゃ好きで、あの別に感情そのなんか花火ちゃんとしてこういるだけでいて、周りの状況をこうやって見てるだけでもう涙がボロボロ出てくるような、私はねいる、こうやっているだけで涙が溢れちゃうなって、その花火ちゃんとしての心もあるんだけど、なんかそれぞれの気持ちに立って考えるとやっぱまた見え方も違ってくる舞台なので、1月の12日から17日で新宿シアタートップスでやっております。皆さんぜひお越しください。もうね、皆さんのお芝居がめちゃくちゃいい、もううわーってなる。なんかそのお芝居っていうより存在してるって、例えば誰がいるかな、ちょっとキャラクターの、例えばうん、私この千代信さんのお芝居がすごく大好きなんですけど、全然光飛んでる千代信さんのお芝居がすごく好きなんだけど、小松先生、先生なんだ、先生っていうか、うん、先生、寮母さんみたいな、なんかあったかいんですよね。そんな感じ。なんかみんなそれぞれさ、例えば夏目さんにしたら、うわ夏目さんが存在してるって感じ。すごいなーって、でも並木さん、みんなから並木雄さんって言われてるんですけど、並木さんも八郎さんが存在してるわって感じ。なんかみんなそれぞれ役がその人に合っていて、なんか存在してるなって感じ。本当に。素敵だ。え、待ってすごい。ん？
なんかこのみんなのみんなのこの紹介と動画っていうか写真、これゴミちゃんなんですけど、紹介写真の裏にある絵、裏とかこの書いてある絵とかもすごいすごいこだわってあるなって感じ。これ私なんですけど、お花がバーってね散らばってますわ。このキュータさんとかね、これはね結構面白いかもね。かわいいレイちゃん、レイちゃん、みちえちゃん。かわいい。女子、そう。女子高生の役。面白いのでぜひお越しくださいな。見てください。もう目がね結構もうもうね場当たりを、場当たりというかいつ出てとかいつ履けてとかっていうのが全部一旦思ったので、多分次からはこう徐々に通していくんじゃないかなっていう期間に入っていくんですけど、もうほらほら今日も2回ぐらい泣いてますから、目が乾いてます、すごく。そうなんです、すいません、どうかしてました。千秋楽から大前まで1ヶ月ぐらいしかなくてやば、やばみです。で、まあ、すいません、どうかしてましたはのお話はこのぐらいで終わりましょう、終わりましょうとか言って終わりまして、あのね、このこのポスターなのかな、これポスターとこの裏面もめっちゃこだわり抜かれてるから
一回見た後にもう一回この表紙とかをね見てもらえたら、あ、これってあれかとかねなると思う。てかもうなんなら私あれなんですよ、あ、ちょっとヒントかもしれない、ちょっとヒントっていうかもうめちゃめちゃもうなんか、例えばコナンのそのこれ見たらコナンの犯人が分かりますとかそういうヒントではなく、そのお話の中でちょっとかすってくる大事なものになってくるものが結構モチーフになってたりするので、ぜひ来てください。で、まあ、オーマイの話、オーマイはですね、ほんと27、今日か、今日発表されたんですが、わし、オーマイ、あれ？こちらです。オーマイゴッド、今日発表されましたけど、じゃん、こちらも銀座博品館劇場であります。ダンレボとかターニングポイントとかをやった場所です。あ、じゃあターニングは築地か、違うよ、見えない人たちが築地か、あー、わかんない、そうだっすね、そうだっすね、だってターニングと、あと、ダンレボやったとこです。で、2月、違う、2024年の2月16から18日、たった6公演しかないので、皆さんぜひ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 本当にぜひお越しください。で、まあ、いつも通り愛さん、もう愛さんとずっと一緒、私安心する、すごく愛さんがいるだけで本当に安心しますから。で、なんやろ、ターニングじゃないな、ダンレボでイロハちゃんじゃなくてイロハくん、逆版のイロハくんを演じたサクヤくんも一緒に出ます。まあ、一緒に出れるかどうかは分かんないんですけど、あのね、というのもこちらはですね、こちらここに書いてあるんですけど、上にね、左右上か、右上に先行き不透明で、このうつうつとした空気感を笑って吹き飛ばすべく、エネルギッシュで躍動感あふれるコメディーショー、はい、皆さんコメディショーになります。で、1930年代禁酒法時代のシカゴの隠れバーで行われていそうなショーっていうのをコンセプトに置いて、ゴージャスでセクシーなダンスと毒の効いたコントと全てを癒す歌が次々と繰り出されるジェットコースターレビューですっていう感じで、まあ、どういうものかっていうとショーなのね、ショートコントではない、なんていうんだ、そのショートコントでもある、ちっちゃいショートコントとダンスと歌っていうのがもうズワーって、こうもうジェットコースターみたいにブワーって何どんぐらいなんだろう、1時間半か2時間ぐらいあるよっ
中もの。だからなんかその見てて飽きることがないし、いい意味で例えば考察とかがいらない本当にもう、もうこうやって、はい、これこれこれ、歌出す、コントコント出す、歌歌歌出す、歌コント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 みたいな、なんだろう、もうなんか一個ずつ違うものがあるって感じ。こうだから本当なんかお笑いショーみたいな感じかな。もうさやかがやって、ノースタイルがやってみたいな感じの、そういうイメージ。さやかがやって、ノースタイルがやってみたいなね、まあ、コントじゃないけど、ジェラードンがやって東京ゼルさんがやってみたいなね。そう、ジェラードンがやって、東京ゼルさんがやってで、本当そんな感じかな。私もさあ、ちょっと100把握してるわけじゃないからあれなんですけど、もうね、みんなに来てほしいし、2回ぐらい来てほしい。なんなら私は一旦、なんて言うんだろう、映像にをやりたいがために一旦ね、このオーマイゴッドで一旦区切りたいなって思ってるので、本当に来てくださいって感じ。あと多分ハートとダイヤで また違ってくるから、ハートダイヤでこうね、一回ずつもしよろしければ来てくれると嬉しいです。また博品館なので、お越しください。白品館なんかえ、わかる。私もね、白品館でやるときめっちゃ安心するんで、なんか空間なのかな、なんかさ、なんて言うんだろう、その霊的なものを言うつもりはないんだけど、そこはさ、うんうんとか言って、あそこは多分そのもうねねとか言って、そんなに多くないと思う。それがポップな幽霊さんたちがいっぱいいるか。で、前回っていうか前共演した方々の紹介でいくと、まあ、タット桜井さん、志麻さん一緒、奈緒さんも一緒、いや、まみさんも一緒で、下行きまして、和江さんも一緒、あ、内田圭介さんも小野さんも、ルミちゃんのパパ役とか、で、出てたり、まあ、いろいろですね。石澤さんも一緒に出ました、前。で、あ、牧野さんもこの前、2話の鈴木さんやってましたね。で、カノンもあの前回の2話のあの同じ社員やってたりとか、まあ3話とも出てた子ですね、この子、カノンちゃん仲良しです、私の。で、桑野さんもあのね、一回なんだ、オムニバスの舞台、見えない人じゃなくて、すいません、動画じゃなくて
なんだっけ、どう、まあ、あの前回させていただいて一緒に、あ、そう、気まずい、気まずいに一緒でしたね。で、あとはまあ、あの是枝さんこと木もさべポンタさんも出演されます。ほんで下に行きまして、あ、牧野さん見た、この列見たか、こっちか。で、アンジュ、アンジュはあのターニングの、アンジュはターニングのね、香り役、星野たちじゃない方の班の香り役やってた子です。あとチルちゃん、チルちゃんもまあどっち班かは忘れたんですけど、あのこうやってブンって、あのなんやろ、あれあれなんて言うんだろう、手使わずに足だけでこうくるんって回るやつ、こうトトッ前中前中帰りみたいな、中回りみたいなしてた子だな。あのカフェ店員とかをやりながら踊ってた子ですね。あ、で松本健吾はあのね、もうあの私結構気が合う幼馴染かぐらい仲いいですけど、まあ正味舞台終わってから連絡全く取ってないけど、この同い年の子って言ってた子かな、同い年、さきちゃんともう一人同い年の子がいて、この健吾が同い年、こっちいたか、リリちゃん、米吉ちゃん、このコメちゃんも、コメちゃんもね、ターニングで一緒だったんですけど、コメちゃんもなんだろう、カフェ店員とかで踊ってたかな、いつ誰の身にって踊ってたで、しおんちゃんも、しおんちゃんもね、あの一緒です、しおんちゃんもターニングで一緒でした。で、みんな大好き谷さん谷さんもターニングで一緒で、あの司会者やってた方ですね、司会者やってた。で、北久保ちゃんもみゆもあの一緒、ターニングで一緒でした。で、ふーちゃんもターニングで一緒、あの なんだろう、ここと、あとちるちゃんか、ここはみんな、なんやろ、みんなウェイツリスしてた方々ですね。まあこのぐらいかな、一緒だった方。え、でもめっちゃ多い、今回こう結構一番多いかも、集結してるそう。でも、まあ、あの1なんだろう、1時間の方に私はね出ないんですけれども、相葉さんとか、相葉この前アナウンサーやってた人とか、桃野ちゃんってこの前、この前リサちゃんやってた子かな、リサちゃんはいいの、何してもいいの、可愛いからって言ってた人のリサちゃんと、まあ、ベンさんも1時間の方ですね。で、島さん小野さんも1時間の方で、後藤留美子さんも、香里ちゃんのママをやってた方ですね、前。で、明石さんは何回か共演してるんですけど、明石さんはですね、明石さんもリエちゃんママかな、すごい狂気に満ちてた人
なんでお兄ちゃん、お兄ちゃんみたいにできないのってーみたいなって言ってた人。明石さん、明石さんも1時間の方で、この雲井さんもりえちゃんママの方やってたかな。どっちか違うわ。雲井さんはあれだどうでもいいどうでもいい方のお母さんうちはもうそのままよみたいな方のお母さんね。まあこんな感じですね、全体的な説明をすると。そう、楽しみです。あ、藤本さんもいるじゃん。藤本さんはターニングでチンピラ役の、チンピラのお頭みたいなのやってた方かな。小野さんと逆班の方だね。マジで大集結じゃん。嬉しいな、頑張ります。そう、補導されるで、まあこのオーマイゴッド、コントとダンスと歌が次々繰り出されるジェットコースターレビューになっております。だからこう、もうコント歌ダンス、コント歌ダンス、コント歌ダンス、コント歌、コントコント、コント歌ダンス、コント歌、コント歌、コントダンスみたいな、そのなんかわかんないけど、私そのなんか、そのもういろんな、その3つ、コントかダンスか歌をこうブワーって織り込んでいくみたいなショーみたいな感じらしいので、まあ舞台、今までの舞台こう考察しながら物語を見てっていうよりは、うん、なんかその場にいて楽しんでいただければいいなっていう感じかな。もう何かを伝えたいとかしなくて、とにかく笑って笑い飛ばして、はあ明日も頑張るかって思ってくれればいいなっていう舞台だから、もう本当に なんて言うんだろう、あんまりその私もそういうショーを見たことないんだけど、うん、って感じなので、そのなんか日常のもの、日常にね、もうせちがれやって思ってるそこのあなた、もうせちがらくてさ、今世生きるの大変だよっていうそこのあなた、まあ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 、ゆっくり行きましょうってことで、ぜひコントとか歌とかダンスとか、そのなんかね、多分どん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 進んでいくタイプのやつだと思うから、ミュージカルっていうよりは、ミュージカルってもう歌と芝居とダンスがガッチャにしちゃってるじゃん、じゃなくてもう単体って感じ、歌終わり、ダンス終わり、コント終わり、コント終わり、歌終わり、コント終わりみたいな感じかな、そんな感じ、そんな感じでーす。よいしょっす。よいしょっす。で、だから、マチネソワレ、その昼公演、夜公演っていうよりは、昼公演、おやつ公演、夜公演みたいな、そのなんか、エイトのさ、コンサートみたいな感じになってんの。おやつピットみたいな感じの、まあ、雰囲気で言ってもらえると雰囲気というかここだね、この12時からっていう、11時からっていうこの1番目のやつ、これは1時間の人だから私は出ないです。で15時、19時、14時、18時、18時、17時のこのどっち、なんやろ、この
ここのハートダイヤハートダイヤハートダイヤっていうこの書いてあるここだけしか出ないので皆さんご注意ください。けどもこの6個全部出ますので来てくれると嬉しいです。来てください、お願いします、お願いします、来てくれないとみさきちゃんが呼ばれなくなっちゃう、お願いします。物理的なこと言っていく、まああの考察固くないっていうか、ショーだよみたいな、感じなので、まあぜひお友達、お知り合いとかね、お誘い合わせの上、ちょっとなんか面白そうなのあるから、行こうぜ。で、そう肩の力を抜いて見に来れるのでね、ぜひお知り合いとかお友達、お誘い合わせの上、ぜひまあ川原美咲扱いで。来てください。来てください。ぜひお越しくださいということで、1時間ぐらいしてますか？ちょうど1時間半ぐらいしてる。それではもう終わろうかしら。1週間前だから、そう、ちょっと待って、 X 見ます。 X 先行予約チケットが1月10日の19時から16日の9時21時までで、一般チケットが次の日17 1月17日から、舞台の3日前13日9時までです。楽しそう。いや、自分でやっててごちゃごちゃにならないかが本当に心配なんですけど、ぜひ来てください。というわけで以上、川原美咲でした。今日も楽しかったです。すいません、どうかしてましたのね。メンバーもみんな面白くて、みんな癖が強くて、みんな可愛くてって感じなので、すいません、どうかしてましたも来てください。それはね、2回見ることをおすすめする、私はって感じ。
終わりましょうか。13位ゆうやさん、12位あいちゃんさん、11位ジャリングさん、12位だ、じゃあ10位ダニさん、9位ベルちゃん、カイトさん、ミスさんのは、8位オニオンナイトさん、7位オムレスさん、6位つむじかぜさん、5位きみゆかさん、4位まなちゃん、3位まさかぜさん、2位えんちゃさん、1位あのねさん、みさが最高でした。ということで、ありがとうございました。それでは終わります。舞台待ってます。おやすみ。